にちは。はい、こんにちは。ママ誕生日です。わー、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。誕生日プレゼント用意しました。用意しました。用意しました。用意してないの。嘘でしょ。ちょっと忙しくて。もう仕方ないということで、今日ママがあなたたちをモールに連れてきましたよ。今から2時間与えます。めっちゃだからお家に行って自分で選んでください。違う。自分で選んでください。違う。それプレゼントにならないでしょ。じゃあママと一緒に回りながらプレゼントを一緒に選ぶってやつ。違います、違います。ママはカフェでゆっくりしてますんで、一人一個ずつ誕生日プレゼントを用意してください。今回私が誰のプレゼントが一番いいか決めさせていただきます。ママ、何のカフェネが欲しい。何今聞いてんの。知ってるでしょ、ママのことだったら。待った待った、これは誰のが買ったのかを分からない状態で選ぶ。そりゃそうだ。パパやばいよ。仕事の道具ばっかり渡してくるからママが切れたっていう過去があります。ドライヤードライヤー使ってる使ってる。ドライヤーは使ってんの。でも私の方が使ってる。しかも iPhone はプレゼントしたらなぜかパパのになって。ママね、あの Google ピクセル派なんですよね。フィットビットを買ったら3日ぐらいね、もう いや2週間ぐらいはつけてたよ。皆さん自信のほどは。ネガティブ100。自信のほどは。ネガティブ1000。自信のほどは。ネガティブ1 million。最悪じゃん。それでも夫？それでも子供？いや、だって難しいよね。私のプレゼントみたいな。自分にリボンかけちゃうけ？マサってなんか欲しいものないじゃん。ないんだよね。聞いてください今。何が欲しいですか？特にないですね。ママはスターバックスで待ってるんで、3人で行ってきてください。行ってらっしゃい。行きます。喜ぶやつよ、喜ぶやつ、喜ぶやつ。ママは水して待ちます。今4時半。どれくらい待つんでしょうね。立てましょうか。一人ずつワンバイワンで片付けていくのか、適当に店に入りながらみんな同時に探していくのか。こっちの方がいい。そっちの方がいい。じゃあ始めましょう。レッツゴー。では最初に入りたいと思います。なんかママのスタイルじゃないんだよ。みーママのスタイルじゃない。なんでこれとか可愛いんだけど、みーやだーとか言ってくる。せいさんどうすか。どうすか、せいさん。わかんない。わかんない。パパはね、ちょっと実は考えがあって、今年のママの目標覚えてる。ジムに行ってランニングシューズを買おうかな。いいんじゃない。ちょっと見ていいですか。いいよ。はい。Much, much later。次はどこ入るんですか。一応アレンジア。やはりか。ね、ちょっとパパはね、私もなんかないと思うけど、でもなんか何も見つかんない。うん、いいよ。もう半分諦めてる。いやいや、諦めたら試合終了する。じゃあ始めましょう。カナダどうすか。全然ない。なんかママじゃない。どうママじゃないけど、ママにはちょっと若すぎて、ママはもっとマダムだからね。今ね、4、5件入ったんですけど、まだ全く取らないです。なんもない。もう無理。もうみんなでさ、1個ルイ・ヴィトンみたいなの買っちゃったら。いや、他に3人がプレゼント。いや、でもママほら選ばないで買ってさ。でも言われそうですよ。そんな高いもの買った。じゃあもうちょっと回るか。もうちょっと回るぞ。1時間経過しましたよ。まだ誰も来そうにありませんね。どれくらい待たされるんだろう。
ってなって、でお皿入れ着ようよって絶対嫌だと思う。嫌うと思う。はい、まあ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。パパがいい。パパはなんか見つけてる。おい、意外に喜ぶ。買ったばっかかな。難しいなぁ。カズ、何やった？眠いです。眠い？とんでもないこと言ってる。どうする？なんか食べたい。え？食べに行った。で、腹に行って戦ができる。そう、腹に行っては戦ができるんです。軽くおやつを食べてからもう一回回りましょう。1時間40分ぐらい経ったんですけど、まだ来ませんね。まあまあ携帯の電池がなくなっちゃったんで、ちょっと車に移動しようと思います。腹が減っては戦ができるってことでおやつにしたんですが、せいさん、それ夜ご飯ですか？パーちゃん何食べてる？八天堂だね、美味しいよね。パパも八天堂食べます。いただきます。ただいまの時刻6時5分。もうちょっとで2時間経つんですけど、さっきパパに LINE でどうって聞いたら、まだ何も変えてないって来ましたね。どうなっちゃうんだろう。ママちょっと一時寝ます。2人とも食べ終わりました？もうバッチリですか？いやもう気合い入れて決めに行きましょう。 Moments later。 お、戻ってきた。買った？買ってない。え？買ってないの？買った。ママ寝てた。なんでそんな元気ないの？疲れた。パパ買った？なに？ちょっと、え？ちょっとどういうこと？買えてないの？何やってんの？あの人、何やってんの？やってどうした？どうした？いやもう疲れ、マジそうよ。変えたの？いや、なんとかね。なんかもう、ひょっと見ても超嫌そうなの。どういうこと？ママの誕生日なのに、なんでそんな。ママがさ、なんかさ、多分ここ嫌って言うだろうな、でも多分ここ嫌いだろうな、みたいなのがさ。これ10件以上買った。ママそんなこだわりないよ。あるよ。夜ご飯どうする？ラーメンなんか食べて帰ってもいいかな。うちラーメン。あ、ラーメン？もう明日早いかなと思って。いやもう二人は歩ける状態ではないよ。歩ける？もうおうちって言ってる。おいせい、お前最後ここ座ってたじゃねえか。うん、ここ座ってたじゃん。そうだよ。何言ってんだよ。1秒で、あ、じゃあもうこれでいいわって言って、座って、絶対見てた。うちとパパでもっと足を。店員さんとあんなに話してね。そうそう、あんなにめっちゃ。どういうこと？それ1秒で決めたの？いや、1秒っていうか、こういうのを買おうって決めてから、じゃあもうこれだわって。じゃあ俺これだわ、つって。Much later。え、おやつ食べたの？食べたの？それはそう、だってのえぇ、ちょっと待って、おやつ食べたの？なぁ、腹が減っては戦ができぬって言うでしょ。そう。何食べたの？八天堂っていうか、なんか、まずいって顔してるけど、せこくない？ママおやつ食べてないよ。水だけ。ではこれをもらえるか。チャーハンヌードル。ママ今すっごいお腹すいてる。ママ、せいさん、チャーハンにご飯じゃん、それ。チャーハンヌードル。よし、開けようか。どれから開けたらいい？ママは、ね、見えてるよ。見えてるよ。これ見えてるよ、これバッグだよね。まあ、それさすがでかいからね。でも見えてるのから開けましょう。ナイキですよね。ナイキのバッグ。わー、いいじゃん。結構使いやすそうじゃん。ママこれ絶対カムちゃんだと思う。使いやすそうじゃん。カムちゃんだと思う。もう分かっちゃう。いや。映ってないから。待て。これ絶対カムちゃんでしょ。とりあえず3つちゃんと開けて順位をつけて。この間ね、買い物に
った時にカホにボソッと言ったんだよね。ジム通い始めるからバッグが欲しいってカホに。おい、ちょっとそれなんかインサイダーゾーン。まあまあ、聞けたよね。次じゃあ、見えてる方から行こう。見えてる。これもすごい重いよ、これ、うん、ちょっと待って、わトレーナー。トレーナー、かわいい。かかった。今年からジムに通うっていうから、それに合わせてみんなこう選んだわけね。コーディネートみたいになってるわけ、まあ、このままジムにも行けるように。でもさ、ママさ、上下同じの着たらさすがにスタイル悪いからだったのない、うん、かわいいよ、かわいいよ。ズボンはさ、ママさ、バリエーション XS なの。あ、合ってる。ほらほらほら、こっちは S、 上は S。 それもあったから上が黒いのもあるわけ。やっぱり合わせるとちょっと合ってるから、You like it、 これパパかな、パパかな。ああ。いや、告って。そして、あれね、ミー。じゃあ、ママに分けます。ちょ、見、映ってないし。これだから、あれだよね、ジム靴だよね。わあ。なるほど、結構可愛いな。ただ、言っていい？え？ジム靴だと、ロクルじゃでかいかも。ロクルじゃでかいかも。あ、先にスニーカーのサイズ一応聞いたよ。それはカホとセイと合わせる時の靴のサイズなんだよね。運動する時はやっぱフィットしないといけないじゃん。チェッパヨーパヨーおい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 、30日以内だったら最高だもんね。で、履いてみて。どう？あ、まあ、ギリギリかな。パフェクロ。要はママにジムに通えと言っているということでいいのかな。もう明日からでもジムに通えますよっていうのを。申し込みしてないじゃん。ママが決めたジム申し込んでって言ったのに申し込みしてないじゃん。そう、みんなで話し合って当てようか。多分これがカホでしょ。おう、当たり。おう、いやいや、ちょっと待てよ、それは。え、違うの。いや、で、これがせいだと。ほう、だちゃんとそれは順位を言ってからちゃんとやりましょうよ。もうだから1位2位だって。当たりでしょ。まだだって。もう一回言って、もう一回言って。これが1位、これが1位2位3位。いや違う違う、1位2位。え、これこの2つで1位。うん、この2つで1位。うん、うん。同率1位。うん、言うよ。うん、これせい、これパパ、これ私、これ私。おーあーあやっちゃった、ママやっちゃった。顔が一番一瞬懸命やったのに。違う、これはママだと思ったの。ママ、だから準備なんて決めなくていいんだよ。これが一番良くない。だってこの日もおかしいじゃん。それせいね、それせいね。これがちゃんとやっちゃったせい。あ、二人とも泣いてる。二人とも泣いてる。これが一番おかしい。いや、もう遅い、もう遅い。ママもう遅い。はい、ママ誕生日に来てました。イエーイ。危ない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 。どうですか。かわいい。カホちゃんの後ろ姿が子供みたいって言われたんですけど、ちまちま歩いてる人みたいな。あ、これでジムに行けそうですか。行けそう。この辺でちょっと謝罪をさせてください。はい。パパを陥れようとして顔性を傷つけてすみませんでした。ありがとう。いっぱい悩んでくれて。でも本当にうちのも
に傷ついてないからママのせいじゃない。でもママのせいじゃないから、ちょっと足短いけど、あのね、若い子とかカホが着るとこれがキュッと上がってこう足首が見えていい感じになるんだけど、ママが着るとね、まあいいんじゃん、ユニークユニークユニークパパだと思ったんだよね、パパを陥れようとしたの、ちょっと悪い癖が出たんじゃないの動画の時だけでしょ、悪い癖がさというわけでありがとう。